はい、マジできた、はい、プレゼント。このうち佐賀市の久保泉小学校では、クリスマスにちなみおよそ30年間地域の見守り活動を続けている斉藤太陽さん73歳がサンタクロース姿で登校する児童を出迎え、マスクのプレゼントを渡していました。終業式には児童168人が臨み、秋吉博士校長が年末年始は家族の一員として大掃除など自分のできることを手伝ってほしいと話しました。その後、各教室では担任の先生から通知表が配られ、児童たちは2学期を振り返っていました。逆上がりができるようになりたい。これドッジボールのボールを片手でヒュンって投げるのを当てれる、ちゃんとうまく当てれるようになりたい。県内では155の公立小学校、84の公立中学校、6つの義務教育学校で明日から冬休みに入るということです。